はい、どうもこんにちは、エンタログです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日の動画なんですが、まあサムネにもありますけれども、パナソニックルミックスのマイクロフォーサーズのミラーレス一眼カメラ G99 G99 とパナソニックルミックスの G9、 はい、こちらの2機種についてちょっと深掘りしていきたいなというふうに思います。今日の動画は何かこちらの、ね、2つの機種の優劣をつけたいっていうことを目的として作っておりません。はい、やはりですね、どちらにも一長一短ね、まあ、得て増えてと言いますか、それぞれに特徴とかっていうのがございます。で、まあそれはね、結果的に皆様ユーザーさんのその用途とか使い勝手、重視する使い勝手、そういったものに直結する内容なので、どっちがいいよじゃないんですよね。まあ、それぞれに良さがある、でそれぞれに苦手なことがある、はい、そういったことを抽出して、まあできるだけ限りそこの部分の理解を深めることで、まあ、結果的にね、皆様自身のミラーレスカメラを選ぶ上で、まあ、どちらがいいかななんて迷ってる方たちの何か参考の一助になればいいなっていうふうには思っております。はい、そんな感じでね、今日の動画いきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、この2機種のちょっとスペックの部分で整理をしていきたいと思います。まずはね、重さでございますが、G9 が 658g 本体ですね。そしてこちら G99G99 が 533g、 はい、125g ね、これをどう取るか、うん、はい、その次、大きさでございますけれども、G9 が、数字出しておきますけれども、ちょっとやっぱ違いますよね。はい、で、今ね、全く同じレンズ、バージョン1とバージョン2の違いで、はい、すごくね、近いんですよね。うん、はい、G9 の方が、やっぱりちょっとデカ重かなと。で、一方、G99 の方は、パッと持った瞬間に、あ、小さいな、軽いなっていう印象を受ける。まあ、そんな機種の大きさの違いでございます。有効画素数はどちらも2033万画素。はい、画素一緒です。から、ISO の標準域は、まあ、拡張 ISO っていうのは、まあ、こちらは使えたりするんですけど、いわゆる標準 ISO は下限が200。それから上限が25600ということで、それも一緒です。それから、まあ、違う因因があるところはここですね。G99 の方なんですが、ここ、はい。フラッシュ撮影ができます。ちょっとわからないんですけど、本当の意味でフラッシュを使いたい人たちに、果たしてこのフラッシュで十分なのか、必要十分なのかどうかっていうのは実は私わからないんですよ。ただ、ちょっと欲しいなっていう時には結構便利な機能かなっていうふうに思いますよね。はい。内蔵フラッシュがあります。で、一方ね、G9 の方には、そういったフラッシュはついておりません。うん、ちゃんとスチールで撮影で、ストロボを焚きたい人にとっては、このストロボだと、まあちょっと厳しいよねっていう方は、多いのかなっていうふうに思いますので、まあとにかく G99 にはストロボがついております。はい、そして、連写なんですけどね、これも、まあ電子、まあメカと電子先膜とね、いろいろスピードありますけど、まあそうですね、正直言って G9 のがかなり圧倒的に速いのかなと。それから、シャッタースピードもなんですけどね、こちらもね、やっぱり同じように G9 は32000まで。はい、60から32000までのシャッタースピードを、シャッター方式っていうのはね、自動で切り替えてくれると書いてますが、まあそういった32000上限までは撮れるよと。はい、一方 G99 の方は、16000までですよってことで、ね、32000までと16000までと。はい、で、AF のセンサー測距点に関して言いますと、G9 が225点で、G99 は49点でございますね。はい、ということで圧倒的にね、 G9 の方がセンサーの測距点は多いですね。もう何倍、4倍 ?5 倍 ?5 倍ぐらいのかな、525、そうだね、5倍近く。そしてね、液晶モニターはどちらもバリアングルですね。はい、それでね、これね、どちらも一緒なんですよ。G9 も G99 も同じく104万ドットの液晶モニターがついてます。はい、EVF はね、こっち G9 が 0.5 型で368万ドット。一方ね、G99 の方が、はい、0.39 型。ちょっとちっちゃいんですよね。そして236万ドットということで、やっぱりこっちの方が綺麗です。G9 の方が。
はい、大きいし綺麗、そんな風に思います。はい、また本当ね、どっちもいいんですよ。これもね、覗いたらめちゃくちゃ綺麗なんですよ、 GE99 も。なのでこれはぜひ覗いていただいて、うわ十分綺麗じゃんって思う方が多いかなと思いますよ、 GE99 は。そして手ブレ補正ですね。はい、で G9 の方は、こちらもね、殺像素子シフト型5軸補正ね、ボディ内手ブレは。ただレンズとの兼ね合わせにもよるし、補正効果そのものは 6.5 段って書いてます。はい、だからまあ 6.5 段だよって思っときゃいいのかなと思います。補正効果が 6.5 段なわけだからね。はい、そしてこっちはね、5軸5段ですと。はい、で、どっちかって言ったらなんか G9 の方がすごく補正が効いてそうですよね、これだけ見ると。5段と 6.5 段だから、まあ、ですね、ちょっとこの辺の方は後で見てほしいな、なんていうふうに思ってます。はい、こちら手ブレ補正ご覧ください。 G9 でございます。はい、かなり縦揺れはしっかり抑えられてますよね。横揺れはね、少ししちゃってるかな。はい、やはり横揺れはね、これ私の歩き方が悪いんですけれども、 G99 でも結構しちゃってます。ただ縦揺れはバッチリ抑えられてますよね。はい、で2つ並べてみますと、若干 G99 の方がまあ揺れがあるよってことと、電子手ブレ補正の影響なのか、こんにゃく現象がちょっと出ちゃってるかなっていう気がしますね。はい、そしてもう一個、デジタルズーム、私結構使うんですけどね、デジタルズームは。はい、2倍4倍どちらも使えますよってことで、これ G9 も G99 もどちらもデジタルズームは使えます、2倍4倍です。はい、そしてバッテリーなんですけどね、これ結構違いがあるなっていうのは私使ってと思ったんですが、 G9 の方はモニター撮影時で1回の充電で380枚の写真がまあ撮れますよと。そしてこっちは同じくモニター撮影時で290枚撮れますよってことなので、実質ですね 76.3%、はい、G9 を100としたら G99 は 76.3% の、まあ、撮影枚数なわけですね。まあ、それがイコールね、バッテリーの、まあ、容量かというと、まあ、それはちょっと違うんですけども、実際のこのね、ソフトウェア含めていろいろ動かした結果 75% から 76% それぐらいの持ちなんですっていう話に、まあ、ほぼほぼ理解しちゃっていいのかなというふうに思います。そして SD スロットなんですが、ハイエンド機のこちらの G9 はダブルスロットで、 G99 はシングルスロットです。まあ、ダブルのメリットっていうのはね、基本的にね、バックアップ取りたいよっていう方、それから動画の長回しの時にね、途中で切れちゃう、でその時にリレー式でね、もう一個の方にすぐ映ってくれるっていうのが、まあ、本来であればね、ダブルスロットのメリットとして、まあ、最初に思いつくところかなと思いますけども、まあ、バックアップの方は確かにすごく大事かなと思うんですが、動画の長回しで対応できますできませんっていう話は、実は G9 っていうのはね、動画が30分までしか撮れないんですよ。まあ、もっと言うと29分59秒かな。はい、正確に言うとね、30分規制っていうもので引っかかってしまうんです、これは。だからまあ言うて長回し撮るのっていうところありますよね。むしろこちらはね、実は1時間ぐらい回せちゃいます、バッテリーがある限りなんですけど、はい、まあ無制限と言ってもいいかなぐらい動画が長回し G99 はできますので、そういった意味ではね、ダブルスロットだから長回しができるよってわけじゃないよと、ね、むしろ30分規制のない G99 の方が長回しには向いてんじゃねえかっていうふうには思ったりもします。そして動画のね、フレームレート、さっき言いましたけどね、 G9 は 4K24P30P48P60P、 そしてフル HD になると 120P、ね、それぞれ全部撮れますよと。はい、そしてさっきも言った通り30分規制がありますよっていうのが G9 です。はい、ポイントはね、 4K60P が撮れるところですよね。もう前の動画でも出しましたけど、そして 4K60P はただ 8ビットになりますよってこともね、合わせて言っといた方がいいですよね。はい、4K24P30P は 10ビット で撮れます。 G99 の方ですけども、これは 4K24P30P、 はい、そこまでです。 4K60P は撮れません。はい、その代わりさっき言った通り動画は長回しができます。55分から60分は撮れますよっていう風に、まあ、公式でも書いてあります。そしてこっちは 8bit になります。そして、充電、外部入力端子としてはマイクロ USB なんですね。まず給電はどちらもマイクロ USB です。 G99 は HDMI のマイクロ、そしてこちらは HDMI が、まあ、フルサイズのタイプ A が刺さります。はい、でその、ね、外部モニターで、ね、出したりとかするときは非常に便利ですよね、フルサイズが入ります。
はい、ということでね、ちょっと長らく喋りましたけど、スペックについては大体目立つところはそんなところですかね。もっと細かいね、本当スペック表細かく見たらいろいろありますけど、ちょっと時間がめちゃくちゃかかっちゃいますので、まあ、ざっくり2つを比較した時に、まあ、最初に気になるところの、まあ、大まかなスペックの違いみたいなところをご説明いたしました。はい、そしてですね、まあ、同じようなスペックなところっていうのはまあいいじゃないですか。まあ大体同じようなものが取れるのかなっていうイメージ、私も実際そう思ってますし、例えば画素数が一緒だから当然解像度みたいなところっていうのは似てるだろうなとか、同じマイクロフォーサーズのねセンサーなのでやっぱりボケ感とか、それからまあその分被写界深度の取りやすさとか、そういったところもまあちょっと似てるだろうなっていうふうに思うわけで、どっちのカメラを買ったらいいのかなっていうふうに疑問に思う方がまあ気になるかもなっていうところ、プラス自分がそうはスペック表いろいろ見たけど結果的にまだ残課題というかまだ疑問として残るところっていうのを4つ自分なりに抽出しました。で、この4つの中身についてちょっと検証しましたので、そこをご覧いただきたいんですね。まず1つ目、 VlogL の画質とグレーディング体制、こちらでございます。はい、フォトスタイルって言葉使ってて、パナソニックさんは。このフォトスタイルっていうのがね、いわゆる、まあソニーで言うと、例えば、なんだ。例えば、富士だと、フィルムシミュレーションって言葉使ったり、ソニーだと、ピクチャープロファイルじゃなくてもう一個なんだっけ。カラーなんとか。忘れちゃうんだよね。みんな各社いろんな勝手な名前つけるから。はい。で、フォトスタイルの中に、ナチュラルだとかね、スタンダードとか、なんかいろいろあるんですけど、そこの中のね、VlogL っていうのがあります。この Vlog の L を使うと、一番ダイナミックレンジが広くなるよっていうふうに言われてるんですね。このログ撮影をした時に、カラーのグレーディング体制を調べつつも、露出の部分でのね、体制みたいなとこもちょっと見たいなと。どんな風に撮れて、どんな風に色が作れるのっていうのを調べてみますっていうのが一つ目です。こちらが G9 です。G9 で手持ち歩きですね。内蔵マイクの音もね、聞いてほしくて。確認ください。はい、こちらがですね G99 になります。 G99 で自撮りしております。歩き、同じレンズ、同じシャッタースピードと同じ絞り、いや、まあぶっちゃけですけどね、今 G9 と G99 こう持ち歩いて比べてみますけど、圧倒的に軽いですよ。はい、続きまして、ちょっと公園でね B ロール的なものを撮ってみました。左下にね機種出てますのでご確認ください。ちょっとね G9 の方露出ミスってんですよね。 ND フィルターつけずにねギリギリで頑張ろうなんて思ったんだけど、ちょっと明るすぎました。はい、いかがでございますでしょうかね。 G9 と G99 は、まあ、個人的にはまあこの程度の、まあ、ちゃちゃっと色を触った程度の、そんなにマニアックなこと何も私できませんので、さらっとやった程度ですとそんなに違いはないのかなと。ただやっぱり緑とかのグラデーションとか色の分離感みたいなところ、それからまあ露出の耐性みたいなところは結構 G9 いいなっていうふうに思いながら触りました。はい、そしてねこの噴水のとこ G99 は 24P、 G9 は 60P で撮ってちょっとスロー入れてみました。はい、続きましてね元の色だいぶ、まあ、壊しちゃうぐらいですね、緑側に寄せたようなまあ、ちょっと若干シネマティック風な感じのグレーディングで試してみました。まあ、G9 も G99 もですね、まあ本当にどちらも綺麗ですよね。はい、そしてねやっぱりレンズも全く同じものを使っているので、まあ、そういった意味でセンサーレンズの組み合わせで考えると、まあ、大きな差が出ないかなっていうのが分かっていながらも、実際見てみるとね、いや本当に、まあ、10ビットで撮っていることの、まあ、優位性は若干感じはするものの、多分 YouTube に上がってる段階ではあまりわかんないのかなっていう感じには思っております。まあ、G99 も綺麗かなと。はい、そして2つ目、はい、こちらがねマイク性能を調べておきたいなと思って、
でこれはまあ使う方使わない方いらっしゃると思いますけど、普通に自分の個人的な Vlog を撮りたいよって方にしてみたら、まあ内蔵マイク普通にどういう風に撮れていくのかな、どんな音の違いなのかなっていうのは興味があるかなと思ったので、まあそういったライトな使い方をする方に向けて、マイクの内蔵マイク性能っていうものを調べたいなと思いました。はい、こちら G9 の内蔵マイクのテストでございます。はい、本日は非常にお日柄も良く、天気も大変よろしゅうございます。はい、寒かったり暑かったり、寒暖差の激しい日が続いております。皆様くれぐれも体調の方お気をつけください。はい、こちら G9 のマイクのテストでございました。はい、G99 の音声でございますが、いかがでございますでしょうか。本日は非常に天気がよろしくてですね、散歩日和ではございますけれども、昨日は12度まで、東京気温が下がりましたね。寒かったです。非常にね、寒暖差ございますので、くれぐれも皆様風邪などひかぬようにどうぞご自愛ください。はい、そしてその次が写真をローで撮った時に、で改めてね、同じ被写体で同じように撮った時にどんな差が出るのかっていうのは、まずローで見てみたいよっていうのが一つと、もう一個は、まあ、JPEG でフォトスタイル、はい、JPEG でフォトスタイル別にって言っても全部やってられないんですけど、ナチュラルっていうねフォトスタイルが1個あります。両方を撮ってみて、まあ、そこでちょっとね色味と比較してみたいなっていうふうに思います。はいはい、それでは早速ご覧いただきたいんですけれども、シャッタースピードもね、露出もホワイトバランスもレンズももちろん全部一緒でやったつもりなのに、なんかしないけどアスペクト比間違ってのあります。そこすいません、ご容赦ください。まあ、それ以外は本当に一部ね露出を少し調整はしてます。それ以外は一切いじってない取って出しだと思ってください。まあ、それで見た時に、まあこれだけね、まあ、ある程度こう拡大してもそうなんですけども、結構描写似てるんですよね。まあ当然っちゃ当然かもしれなかったんですけども、そうは言ってもこの空の写真だけね、少し、雲の階調感というか、細かいところの薄いところまで描写を残してくれたのは G9 だったのかなって勝手に納得してます。はい、こちらは同じフォトスタイルでの JPEG 撮って出しでございます。ちょっとねホワイトバランスの雰囲気違うんですけど、まあそこちょっと無視していただいたとしても、まあ、全体の階調感とか、どうでしょうね、描写とか、そんなに違いがないかなと思いつつ終わります。はい、ということでいかがでしたでございましたでしょうか。変な日本語になってる。多分おそらくご覧になってくださってる方、ご自身がですね感じていらっしゃる、まあ、違い、もしくは同じじゃっていうところと、ね、似たようなもんだなっていうところと、それからまあその細かいところでね、使い勝手みたいなことも含めて想像をね張り巡らせていただければと思うんですけれども、まず最初に G9 をおすすめしたい人という話をさせていただきます。その1、動き物を撮りたい人。はい、いわゆるね鳥とかね、スポーツ、それからまあ乗り物、そういったもの、目まぐるしくこう動くようなものを撮りたい方、ね、連写機能をたくさん使う方、 G9 のがいいです。はい、そして2つ目が 4K60p を撮りたい方。はい、もうスローで 4K でね作品撮りをしたい方とか、それからまあ何でしょう、 60p なんでね多少こうハイビットレートで撮れるので少し画質がいいのかなっていうふうに感じたい方、まあ、実際の画質みたいなところでね、さあ果たしてどこまで違うかなっていうのはね、 4K で書き出した時に、まあ、モニター環境とかにもよりますしね、一概にねその絶対に 4K60p だから高画質っていうことではないかなと私は思うんですけれども、まあ、それでもねスペックということで考えた時に 60p で撮っといたことで、まあ得られる安心感みたいなものが実際にね感じたい方、感じられる方、そういう方はこちらの G9 の方がいいかもしれません。ただしですね、 60p はね8ビットになりますので、撮影としてはなので、10ビット撮影を 60p にもできたらいいなっていう方は別にこれじゃなくてもいいのかなっていうふうに思います。でしかもね 60p にしちゃうと10分しか撮れませんので、まあ、そこの部分もね長回しで 60p 撮りたい方っていうのはあまり向いてはいません。はい、そして動画のねカラーグレーディングにこだわりたい方っていうねいうのも一つおすすめしたい人に言っときたいかなと。はい、まあ、写真の素材はねどちらもローで撮ってしまえば、まあ、そこのねレタッチっていうのはご自身でねいかようにもできる、どちらも同じようにねローから立ち上げていくことは可能だと思うんですけど、動画に関して言うと
っぱりね、10ビートで撮っておくことで、作れるカラグレの体制っていうのはやっぱり違いがあるのかなというふうには思っております。ですのでその部分をね、そういった10ビット素材を生かしたものを作りたい、でそういったもので、色味を作りたいっていう方は G9 をおすすめします。それから最後になるんですけどもね、フルサイズとかそれからまあ GH5-6 そのあたりを使っていて、ある程度ねでかくて重いカメラに慣れてる方、ね、それに関して負担をあまり感じないっていう方、うん、まあ例えばね、それを許容できるだけのね、具体的なモチベーションっていうものをお持ちの方です、ね、例えば子どもの運動会で絶対これは撮らなあかんとかね、そういう義務感とかモチベーションを強くお持ちの方っていうのは全然問題ないと思います。はいね、はい、動き物撮りたい、 4K60p 撮りたい、スローモーションを作品に入れたい、それからあカラグレしたい、そこそこデカ重のカメラにもう慣れてますっていう方は G9 をおすすめします。続いて G99 の方をおすすめしたい方、一つ目、軽量コンパクトであることを重視したい方、例えば旅とか、まあ写真以外がですね、とかカメラ動画以外がその時の目的の主目的である方、そういった方、要するに撮影の義務感とか、まあ、少なくても今日はこれ撮らなあかん、撮るために今日はこれ行くんだみたいな気持ちがないような人はもちろんのこと、ご家族連れで、ね、荷物を減らしたい方みたいな方ももちろんそれに入りますよね。まあいわゆる気楽に撮影を楽しみたい方っていうのは G99 をおすすめします。2つ目ですけども、動き物を撮らない方、ね、撮らないって言ってもその撮れるんですよ別に、うん、撮れなくないんだけど、そのよりスペックが高いことによって撮り逃してしまうことに対する不安みたいなものを払拭したいんであれば、それは G9 の方がいいです。ただ、まあ、撮れたらラッキーぐらいのつもりで動き物を撮る方、もしくはそもそも動き物を撮らない方っていうのは G99 がいいかなと思います。街撮りのスナップとか、ね、ご家族との、まあ、思い出撮影とか、ね、お友達に頼まれてちょっとポートレート撮ってあげるよとか、そういった時にはこちらの G99 いいと思います。3つ目、 B ロールをそんなに撮らない人、 B ロールってのはこれ動画の B ロールです。 Vlog とかでもね、まあ、基本例えば自撮り撮りますとか、でカフェ着きました、カフェです、可愛らしいケーキですっていうものをちょっと撮るっていうレベルの B ロールを撮ることは当然考えてらっしゃると思うんですけど、そこに何かこだわりのシネマティック B ロールみたいなものを、でそこまでやらんかなっていう方はこちらで十分だと思います。まあ、つまり 4K60p がいらないっていうのはまあそういうことなんですけどね、まあ、スローとかそのフル HD で十分だよとかね、そもそもそれもよくわからないよってもし思ってらっしゃる方は、本当にその部分で別に無理して 60p であるものを素材として撮っておく必要はないかなというふうに思います。あくまで垂れ流しで、とにかく記録として動画を撮りたいだけみたいな方はこちらです。それからその次、まあ、色をいじらない人ですよね。もう取っ手出しで十分、多少ね露出とかは少し触りたいけど、それ以外特にはいいやと、カメラがね撮ったままで十分っていう方はG99 をおすすめします。それから次、動画を長回しで撮る人、ね、それはもう間違いない、こちらは30分しか撮れませんので G9 はね、はい、もっと超えて45分1時間の授業をずっと撮り続けておきたいとか、ね、友達のセミナーをずっと回しておきたいとか、はい、ポッドキャストをこれで撮って、後でね音声だけ抜き出したいとか、そういう方は G99 をおすすめします。以上がですね G9 をおすすめしたい人と G99 をおすすめしたい人みたいなところで項目で分けましたけれども、まあ軽くて小さいっていうだけでいいんだったらね、逆に G99 じゃなくて G100 でもいいんじゃないかっていう方ももしかしたらご質問であるかもしれませんので、先にちょっとそのことについてねお答えしておくと、まあそこはちょっと違うかなと思ってます。はい、でなんでそのね G100 と今度 G99 って違うのってなると、まあ、基本的に、ね、動画性能が違うっていうのは私の中では一番大きな差かなと思ってます。あの 4K24p 当然 G100 は撮れるんですけども、4K24p 撮れますよとかね、それだけだとやっぱ動画性能って語れないなというふうに思ってまして、まあ、基本的に手持ちで撮る方がすごく多いと思うんですよ。こういう G99 とか G100 で、ね、Vlog とか撮る方っていうのはね、カフェの中ジンバルつけて入ろうなと思ってる方ほとんどいらっしゃらないと思うんですね。じゃあ手持ちで撮るとなると手ブレ補正ってめちゃくちゃ大事だよねってやっぱなるんですよ。でその手ブレ補正の意味でも言っても G100 はほとんど効かないので、もちろん電子手ブレ補正多少入ってますけど、はい、なので、まあ、そこで言うと動画性能の違いがやっぱりあまりにも大きいので、軽量コンパクトを求めるからじゃあ G99 じゃなくて G100 じゃんとはならないな、そこはすっごく大きな壁があるなというふうには個人的には思っております。
ただ一方ね、動画をほとんど撮らないよって方、ね、これは私他の動画でもね出しましたけど、動画を撮らないんであれば本当に G100 は軽くて小さくてコンパクトで G919 と同等の写真が撮れる素晴らしい写真機だと思ってますので、動画を撮らない方はね G100 もぜひ検討の一つに入れても非常にいいのかなというふうには思っております。はい、ここまでね長らく見ていただきまして本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた、バイバイ。